はい、続きまして大村谷錦鯉さんです。落ち葉しぐれ52センチ2歳メスです。ちょっと写真撮影の時と今動画で日に違えてますけども、ちょっと色が変化する保護色だそうです。その辺も踏まえて、コメントいただきたいと思います。写真ではちょっと黄色くたんですけど、最近茶色が強くなってきてます。これは季節的な問題とか入れる池とかそういうのもあるんですか？はい、非常に変化するというか、最近になってこの網目が出てきて、はい、色がまあこうちょっと変化するというか、はいはい、そうですね、写真で見るようにこの網目が強くなってきてますね、はい、頭の模様なんかも、はい、本体はいい模様してるんですけども、はい、これも変色する、うんうんうん、まあ声なんだと思います、はい、どうなんでしょうね、また黄色っぽくなったりとか、もっと濃くなったりとか、それもやっぱり入れる場所、入れる先生、入れる野池とかによって全然違うんですかね。違うと思います、うん、はい、今たらいにこうやって開けただけでもまたちょっと色変わってきますしね、面白い声ですね、やっぱり変わり声というだけあって変わってますね、はい、で普通の落ち葉に比べてこの網目もちょっと違うような雰囲気があるんですけどね、はい、まあ体型なんかもすごくよく、非常に小さい池で夜だけで飼ってたんですけども、はい、大きくなって、まだまだそうですね、はい、伸びそうな伸びそうな気がします、そうですね、これの系統とかそういうのは分かるんですか？何かが入ってるとか、あまりよくそういうのは、はい、両親とも落ち葉しぐれの、はい、変わってますね。ただ本当に濃いって感じがして強そうですね。よくジャンプしそうなイメージなので今はおとなしいですけども、じゃあちょっとサイドの方見せていただきたいと思います。だんだん明るくなってきましたね、声が変わるんですね。そうですね、面白いですね。はい、ありがとうございます。なかなか落ち葉しぐれいないですからね、最近こういったのも価値があると思います。村田さんの錦鯉さん、落ち葉しぐれ52センチ2歳メスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。